はーい、こんにちは、サルウィンです。いきまっしょい。三国大戦カードを整理をしようの巻というわけで、唐突に始まりました、このコーナー。とりあえずですね、私、しばらく三国大戦プレイできていないのですが、結構ね、ごっちゃごちゃになってるんですよね、カードが。なので、カード整理しようかなと思います。割かしね、結構ね、ごっちゃごちゃなんですよ、もう、カードがね。10コスト大会やったのが最後なんですよね、私ね。で、一応、今、ぼちぼちね、挑戦が、なんだっけ、スタンプキャンペーンでもらえるかも、かもというか、もらえたりするので、どれだ？とりあえず勢力ごとに分けていこうかな。まあ、あとはデッキ構築はまあ、いずれという感じで、これが多分ゴタゴタなんだな。これ群雄かな。というわけでね、ペペッと片付けて、ペペッとね、これもごちゃごちゃっぽいな。ペペッと片付けますね、ペペッと。サクッとね。とりあえず、また D から行こうかな。もうほんとこれただの片付け動画なんで。ほんとね、誰向けなんだっていうね。ただの、一人で片付け多分できないから、こうやって動画としてね、こうやってやろうとすれば、片付けできんだろうっていうね。ただの、そういう目論見でやってます。一応ね、残すところは、とりあえずですね。まず D のカードをベベッと出していこう。ペペッとね、ペペッと出していくよ、ペペッと。なんだかんだ警告に入れてたカードたちがいるはずなんだけど。ジョコウさん。ああ、これあれか。10コストで。ちゃんと組みたかったな、紳士のデッキ。てか10コストの被害、絶対ちゃんと組めば強かったよね、と思うんですけど。まあまあまあ。めっちゃ反射しないこれ。まあ大体でいいです、大体。まあ、あくまで片付けなんでね、私が見えてりゃいいのか？ 動画としてどうなんだ、それはって感じするんですが、まあまあまあ。入れ物はこれか。入れ物懐かしくないですか？あ、でもこれあれだ。そんな古くないや。これあれだ。TCG のやつだ。TCG のやつですね。まずは、D からペーって見て。行動兵、パーキン。戦士が知力上昇、兵力上昇。これはキープでいいでしょうね。ちょっとね、カード一枚一枚紹介していくとね、キリがないので、今回は紹介というよりは本当にただのお片付けになっちゃうかな。次が馬でやってるんだね、馬。牛金。まあ一応あれかな、勝機が揃ってるとこだけ紹介しようかな。多分そんなにないけど。ああ、でも一応整理してるから。最近、そう、ツイッターも全然使ってなくて、なんだっけ、解任、武将解任？あれ？合ってる？まあ、そのザイヤ登用とか、解任やってた時は、結構、ツイッターで告知してたんだけど、本当に今 自分からツイートすることがないですからね。その辺も、だからツイッターもちょっとね、多分誰かしらからメッセージ来てたら全然見れてないんだよね。ダイレクトメッセージでも全然見れてないから、よくないかな。そろそろちょっとチェックしていこうかなと。思いたいってなんやねんって話なんですけど。あれ、龍金。そうか、龍金もこれしか残してないんだ。制圧龍金。何気な、龍陽さん、速度平平。翔陽が知力速速。知力高校。李通の速度の平平。なんか、これだっていう感じじゃないよね。あ、雨金の制圧高校は結構強そう。
で、シュレイさんが制圧の速速。まあまあ、これもこれで結構。まあでも、この子制、ああ、でも制圧2になるのか。うん。この子っていうのもあれやけど。うん。なるほど。で、レア馬。レア馬、あ、そうだね。グシちゃんは、兵の高校校。まあ、ただ、舞うからね、この子ね。高校校なのか、果たしてって感じだよね。うん。そこなのかっていう。で、ジョコは微妙に揃ってないけど、まあ、悪くない勝機か。ああ、でも、こっちも微妙かなと出てきた。うん。まあ、スリーフも気にせんとしまっていこう。確か、カコートン揃ってたよね。カコートン、そうカコートンは突破のカツカツカツ。うん。で、次が槍。槍の古文が揃ってないね。テイクの長槍高校。うんって感じで、巨長の長槍平平、これ結構強そう。うん、優勢やけど。でも兵力上昇って弱くなったんでしたっけね、確かね。うん、前ほどじゃないのかな。で、王位が揃ってはいないかな。うん、ピッピッと。で、陳軍知力の、高校。安住じゃない。で、文平さん、式上昇高校。式上昇平平。遠読み平平がありの装飾の防作平平、順遊の速度カツカツ、将じゃない総将の、復活の、平平と。でこれ仕込みの、そんなもんかな。学園がうん揃ってはいない。で、これで利軍が終了と。うん。まあ、割とサクサクいけるかな。次、食軍。食軍の大構成。まあ、とりあえず、OK から出して。なんか、バチューさん。持ってたんだね、バッチュさん。髪の毛ついてる。シャマか。チントーリゲン。あー、これ復活デッキだな。活デッキの残骸。すげえ微妙だった。活デッキ。で、食軍引っ張り終わりの、というわけで、あ、よくないぞ、歩兵じゃねえよ。諸葛林さんは槍じゃないですか。ここも揃ってないんですよね、別にね、彼女とかもね。うん。まあ、とりあえず一応各勝機キープっていう形で一応残してますね。とりあえずね。でも確か使わないとこは各勝機キープしてなかった気もするんだけど。まあまあまあ。で、馬から。多分だいぶ片付けてたはずだから変なのがないと思うんだよね。変なのって言っちゃうとあれやけど。涼花さん、制圧そじゃない、制圧、制圧の高校。
で、王兵さんの復活の、方向。あと、馬が陳頭か。陳頭は突破の方向と向上術があるのかな。うん。全然揃ってないね。帰ってみると。よくお世話になった起源。はい、はい。で、ここに長文ぶち込んで、てかもうバラバラ。バラバラ。馬長縄文やし。うん。で、やり。大体でやり手分けして、美宝さん長槍の高校、関陽、縄文特攻平平、美塾の勝のカツカツ、これは偉い、うん、これはすごく偉いと思う、うん、で各春の長槍の平平、攻撃力上昇は入れとく、で馬陵の防作の速速、うん、毛達の同盟者の速速、周宗、復活の、高校、玄関はこの辺か、玄関長槍の、平平、で李玄の長槍の速速、ワツリン、これ惜しいな、速度上昇もうちょっとだけど、うん、まあまあ悪くはないね、うん、月気も悪くない。で、オートちゃんが両方とも歩作強化だけど、まあこっちは散歩ゲバンやからね、まあイラストやっぱ散歩ゲバンの方が個人的には好みでございます。で、加工派の、母兵のカツカツカツ、うん、みたいな、これ偉いよね、長飛の攻撃力の上昇のこうこうこう、うん、これはエースカードな気がするね、なかなかに、長槍、速度上昇、これはそうだね、こっちが散歩系は銀平ちゃんはこんな感じね、うん、で諸葛亮をビットで、やり終了。やり収まるかな。まあでも多分カード種類増えてるから、厳選しないと、うわ、1勢力絶対1つに収まんないね。うん、まあ本当、もっと厳選していきゃいいんですけどね。うん、その辺はまあ、復活してからやりましょう。あ、これはこのままでいいや。こっちは。で、弓兵が、こうなりまして、遺跡の同盟者の、兵兵。馬中の攻撃力上昇のカツカツ、で大越ちゃんの士気上昇速速、大越ちゃんの遠弓のカツカツ、シャンマカシャンマカ、美婦人美婦人、あ、馬食結構カツカツも、カツ入り馬食結構偉い気がするね。で、平行中がいて、損傷庫。はい。これで、職軍終了。何分やったら14分か。結構やっぱかかりそう。次が、5軍ですね。5軍。ここが一番多い。 5と群雄がどうしてもやっぱり散らかってると思うんだよな。散らかってるなやっぱり、うん、バババババッと、
はい、というわけで、工場兵は東州さんだけだね。うん、シュート。で、歩兵が、大夫人と大子ちゃんと翔子ちゃん。で、翔子ちゃんが防作強化の速速速ね。これ最初に死んだんだよね。うん。まあ言うて、あ、でもな、結構偉いと思うんだよね。うん。ワンパン工場取りに行ってくれたりとかしてくれるかもしれないし。で、お馬さんがスカスカだな。なんか少な。でもこのソモが、これ多分、これ投げる予定だったやつですね。ぽい。で、ソモの復活現象の高校。で、多分この孫間、これどっちだろう、投げる予定だったやつ。あー、多分こっちかな。こっち投げる予定かな。多分活速よりは、多分平速を取ると思う。速度上昇で。で、あれ。陳武さん、領土、孫権。で、孫翼、周期、で、孫策、孫権と。こんなもんかな？なんかまだどっかにありそうだな、孫策とか。あ、でも、なんか切ったんだっけかな？覚えてない。で、槍が、孫政の、兵力上昇の速速、関白の知力上昇カツカツ、うん、結構優秀、両層の向上術の、兵兵がいて、長江、長江の伝授の衆上をカツカツ、知力上昇の速速、うん、で長将の知力上昇を、平平。半将みたいね。うん、半将長寄り、長寄りじゃない、長槍の速速と、攻撃力上昇の高校。高校高。で、主官の制圧の平平。双剣の向上術の速速。結構5は揃ってるね。そっか。ガセイさん、ガセイさん長槍の速速、うん、で、ででで、これどっちだ、これがいらない方か、うん、これっぽいかな、郊外の長槍の速攻、で国体例のロシクさん兵力上昇速速速、でもリクソン、これが対散歩系版かな、リクソン、うん、確かあっち引き対戦版引けなかったから、でシュータイが結局揃ってるとこ使ってんだよね。兵力上昇の速速速、向上率と、あと、速度上昇の高高高、これを出していただいたやつですね、で、小強がいると、で、ででで、弓兵が一番散らかってんだよな、どう考えてもね、弓兵ばっか使ってるからね、で、グフォンがね、いろんなグフォンがいるはずなんだが、これがいらないやつか、防作の活速よりは、平速でいいかなといったところかな、本当かなって感じだけどね、うん、主上高校、制圧高校で、主治、孫優お強くなって合計算5計算、これはこのままかな。で、手がいっぱいな。
修善の、修善高校で関東の攻撃力速、平平と定府がこれ多分いらないやつか、東読みの平平と防作の速速で方がいて、パワーバッパッと御婦人御婦人大凶大凶で、先に女性かな、女性さんで賞金が揃ってんのが遠い海の平平平で大指示と定方が暴作の速速速で孫昌公、孫権、周遊、孫権、まあ、これはね、元から揃ってるやつだけどね、主上公、高校主上ディフェンスだというわけで、あと軍友、まあ私官軍持ってないんで一枚まだ持ってないんだよね、官軍というわけで、あと軍友を勝たせばお片付けは終了と。あ、でもやっぱりなんだかんだで結構片付けてるんで切るものはないですね。うん、全然思ったよりなくて一安心といったところでしょうか。まあ、朝鮮はね無限回収してるからいっぱいあるんですけど、まあそれでもね、うん、全部出してないんで結構ねいろいろいただいたはいる、いただいてはいるんですけど、うん、出してはいないからそこまで手元にはないです。というわけで、工場兵はないな。工場兵はもうここにあるだけなんで、工場兵はあれだね、劉陽さんの勝つ、復活の勝つ勝つ、勝つ勝つ勝つ。あとは、王政さんの速度上昇高校。うん。で、演術の兵力上昇兵兵。うん、まあ、演術が揃っててもな、みたいなとこあるけどね。いいですわ。で、歩兵が、こんな感じか。牛歩が制圧の速速じゃない、平平。で、破砕が捕獲の高校。ですね。で、各市が、勝つとこうか。で、あとゴリか。ゴリがいて、ゴリあまりにも引かないからね、3ポケ版出したんですよね。うん、竜吉がいて、コシャージ。コシャージ、コシャージ。で、サージの彫刻。おっと。大馬さん。大馬さん、大馬さん。大馬さんが、超慢性の攻撃力上昇、平平。制圧上昇平平で、バキューちゃんが速度のカツカツ。あー、これバキューちゃん多分こっちが切る方かな、うん、突撃で、陽州さんの制圧の、カツカツで、突撃の高校で、で、で、陽州さん、陽州さんはここだけね、敷土地力揃ってはいない。で、後世が攻撃力の平平ですね。で、成功栄が速度の平平。上栄、上栄から結局使わなかったな。試しに使ってなかったんですよね、地力上昇したカジバカ。でもカジバカまたちょっと強化されたみたいなんで使ってみたい気もする。で、高順の縄文兵兵。こっからレアか？レアだから、まあ、トハークはこれね、デフォなんで、式上昇、速速速。まあ、トハークまたね、ゲットチャンスが来たんで、よかったら持ってない方は引っ張ってみてください。というわけで、あ、曲が終わっちゃったな。もう30分やった?30 分くらいやってんのか。うん。で、バトーさん、うん、関水、関水、
高村さん、馬長が、式上昇カツカツカツ、うん、みたいな。で、董卓、董卓、呂布と、はい、なってまして、あとが、槍兵いきましょうか。天使突破の高校、天使長槍即速、弦発行長槍平平、弦発行突破の高校、どういう感じだ長州制圧のカツカツ、長槍の平平、主将のカツカツ、主将の高校で、チンキちゃん、で、ゾウハが兵力カツカツ、綺麗が揃ってない、綺麗じゃない、リジュがいて、カユーが、速度上昇がへいへいへい、うん、これは一応どっちも使うかなみたいな感じで取ったんだね、確か、うん、でもへいへいへい、うん、まあ、うん、いやとりあえずいいか。で、数字取りはきっとバサバサで、挑戦がいっぱいいる。あ、ここはいいなその前に顧問だけ引っ張った。レアリティ分けしたかったね。はい。で、馬元義が兵力上昇カツカツ、兵力上昇平平。ああ、まあいいか、両方とか。主将の速速。で、李鶴が、歩兵の高校、歩兵のカツカツ、攻撃力上昇。で、何個も陳旧主上カツカツ、お米さん長老がなんかいっぱいあるな。兵力上昇平平、制圧がこれまるでかぶってるな、まるでかぶっている、うん、ダダかぶりじゃないですかこれ。片方いらないと、ないしは、うん、制圧だから速度の方がいいかな。うん、いやこれ両方いらないかな、うん、はい、こっち残しました。で、リゾークがいて、あ、まだ米がまだいる、遠読みのお米さん、はい。で、長方がこれ全部バラバラだな、速度、兵力、遠読み。で、原始さんが速度、兵力、式上昇、バラバラ、うん。で、トービンが式上昇カツカツカツ、うん。で、トートンが同盟者しかないと読み欲しいな。で、あとは挑戦末期かな、はい。というわけで挑戦ですが、挑戦はね、まあ、基本知力上昇使ってるんですけど、まあ式上昇がとりあえず式上昇は揃ってないんですよね。まあ揃ってるところはむしろ全然ないんですけど。で、兵力が。てかね、散歩系ガチャっていうかやったんですけどね、全部バラバラなんですよね。信号機ばっか出るっていうね、本当に。まあこれもだいぶ前の話になるんですけど。で、兵力で、で、知力上昇が。これもね、本当だから散歩系はね、散歩系ガチャはね、全部バラバラなのね、正気がね。で、これがまあよく使ってたやつで、これがね、結構前に出してもらった、トレードに出してもらったやつで、知力上昇の、速平平ですね。よく言えばね、知力上昇平平平が欲しかったりとかするんですが、まあその辺はいずれということで。はい。という感じで、なんとか無事にお片付けは終了と。うん。
というわけでね、まあ、この片付けした後にまたデッキ組んだりしてバラッバラになるんですけど、まあ、その辺はまたいずれということで。で、なんだかんだでももうこれしかないんですね、手元にあるの。1,2,3,4,5,6,7,8枚。だから結局これ8枚を解任するかどうかぐらいの話になったと。なるほど。うん。まあ、ちょっとね、これからすぐプレイできるかわからないんですけれど、まあ、なるべくお早めに、お早めにってのもおかしいけど、早くにね、お早めにって、なんかお早めになんか言うね、復活してね、動画の方も上げていきたいと思いますので、まあ、まったりとお待ちいただけたらなと思います。わしゃ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 。気持ち悪いねって。うん。という感じですね。まあ、ちょっとね、体調とかね、いろいろとね、本当まあ、いろいろ抱えてる闇が、結構あるのでその辺をね片付けつつ、いい感じにやっていけたらなと思う所存であります。皆さんもね特に健康には、いろいろとね、留意いただき、楽しいね対戦ライフを送っていただければ幸いでございます。はい、そんな感じでじゃあ今回はこの辺で終了です。まあかなり自己満動画だったんで最後まで見てくれた方少ないと思いますが、見てくれた方いらっしゃいましたらね、まあイエーイって感じですイエーイって、まあ言うてシークバーで最後まで来た人もいるかもしれませんが、まあまあその辺はねご愛嬌ってことで、じゃあお疲れ様でした。バイバイです。